ははいこんにちはパーカーション高見です今回はタンボリンの回転奏法「ヴィラーダ」とか「ドブラド」とか「ターンテクニック」とかいろんな呼び方があるんですけども要はこの持ってる方の持ち手を回す回転させる奏法ですね。はいいいこれのやり方につてて解説していきます先日行ったサンバーワークショップバツカーダのワークショップでもですねこの回すの難しいですよねとおっしゃってる方がいたり一見するとやっぱり複雑なテクニックに見えますからなんか難しそうだなと。 経営されてる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんだけども、これ全くそんなことなくてですね、これ本来楽に、早く叩くためのテクニックでございますので、練習さえすればね、誰でもできてしまう。夜さえ抑えてしまえば、そんなに難しくございませんので、えー、この動画でコツなどを解説していきますので、これ気になってるよという方ね、ぜひマスターしていただければと思います。はい、ではまず、回転奏法をやるのに必要な道具がございます、はい。これ何かというと、しなるタンボリンスティックです。大体プラスティックかファイバー素材でできてまして、こういうふうにね、 適度に弾力性があるものになりますで、こういうふうに三股で分かれてたり二股で分かれてたりするものが多いですまずはこのねしなるタンボリンスティックをご用意ください普通の木のスティックでもできないことはないんだけれども結構ね難易度が上がる難しくなりますのでこっちの方が圧倒的に簡単ですで、比較的安くだいたい500円から1000円ぐらいの間で手に入りますので、えー、持ってなかったという方はね楽器屋さんとかネットでチェックしてみてください はい、では、やり方を解説していきます。これ、本来ですね。会社とかヘピニキといった他の三羽楽器のフレーズ。はい、これを再現するためのテクニック、奏法なんですね。で、一二三四、一二三四、一二三四。四発ずつのフレーズで、一と四が強い。一二三四、一二三四。 僕、よく滝下、滝下って言うんですけど、滝下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 一、二差し、一、二差し、一、二差し。一と四が強いっていうことを覚えておいてください。これをタンボリンの回転奏法でやる場合も、一、二、三、四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 、一。はい、一と四。アクセントのところだけスティックで叩きます。はい、だから、こっちの動きとしては、タン、パタン。 これだけになります、はい、でその間はどうすりゃいいのかという話なんだけれどもこの間を1234と回転させることによって発音するんですねこの持ち手の動きとしては12341234という動きになりますまずはこれだけ練習してみましょう画、えー、面が上向いている状態から2でひっくり返す下向けますで3で元に戻す 123412341234123はいもうこれだけですねでこれでスティックと組み合わせると1234123412341234こういうコンビネーションになるわけですじゃあちょっと細かく見ていきましょうまず一発目普通に叩きますとはいこれスティックを跳ね返らせても ピタッとこう打ちち止めるくっつけてももどちらでも構いません出したい音サウンドの方で選んでいただいてあるいはやりやすい方で構いませんまあとりあえず打ちますとはいでこのあと持ち手を回すくるっと回すこのタイミングではいこんな感じでですねえ自分に対して外側のリムでこのスティックをグワンとしならせます 12 1ですね1、2はいでこの2でくるっとひっくり返えすスティックをしならせるタイミングでこのリムおよびリム付近のヘッドにスティックが軽く触れて音が鳴ります1 2、はい、1 2はい、まずはこの1と2だけ繰り返しやってみてください1、2 1> 間、1、2のタイミングで、このように、スティックをしならせることができましたら、次3行きます。3はもうこのタンボリー元に戻すだけです。はい。おわかりでしょうか。1、2、3。1、2、3。はい。つまり、1、2で、こういうふうにしならせている。このスティックにこういうふうにね、テンションをかけた状態で、こう、パチンと、パチンとね、解放してあげる。動きなんですね。 1> 1でこの時にこういうふうにテンションをかけてタンボリを元に戻すタイミングでパーンとこう打ち放ってあげるはい123123123123はいもうここまでの説明でできちゃった方はあと1発叩けば完成ですねつまり123412341 はい、こっちの手は123412341こっちの手は12341234でした12341下滝、たきし下滝、たきしたたきしたきしたたきとなりますと、えー、いうところなんですけどもおそらくねこのスティックがあっちゃこっちゃいっちゃったりうまいことこのしならせて テンンションをかけてて解放するっていうねこの動きがえ難しいという方いらっしゃると思いますのでちょっとコツを解説したいと思います。うまいことですね2と3のタイミングでこのスティックをしならせてこう打ち放つのにはこのスティックを当てる位置とひっくり返した時にこの当てるリムの位置に気をつける必要があります。これを意識するだけでだいぶ簡単にできるようになります。 じゃあどうすればいいかというとはいこのような位置関係で考えてあげると良いと思いますこのタンボリンを持っている手の位置がありますねでここからこうピーッとね対角線上に線を引いていただくつまりここを回転の軸としてここを中心としてこうタンボリンが回るというところですねはいでこの軸より下側をスティックで叩きますはい上いや真ん中ではなくて 下側側ですね自分側、はい、上側を叩いてしまうとこうしなる時にスティックがね変な風にぐにゃんとなってしまったり、えー、やりづらかったりしますので少なくともこの軸よりも下側自分側を叩くとはいこうひっくり返した時にこう楽にねしならせることができます。ここの角度もですねあんまりこう つけすぎてるとこうミスショットが多くなっちゃったりこうしならせた時に動きが大きくなりすぎて難しくなってしまうのでこう角度をこの角度ですね当てる角度を浅くしてあげると一発当てて回転させるはいこうするとこのスティックがほとんど動かなくて済む12 この角度が広くではなく浅く当ててあげると楽にできると思いますのでやってみてください。はいでもう一つねこのシール何かっていうと、えー、この軸に対してこっち側を叩いたらこの持ち手の隣の位置ここですねつまりこのラグチューニングするためのラグがあると思うんですけどもここにこう。 引っかかっちゃったりすると、ありゃりゃとこう、ミスしてしまうので、うまくこのね、ラグがないところを狙ってあげる。具体的にはこの持ってるポジションの1個上ですね。はい。このシールが貼ってあるところをめがけて、一2のタイミングで <laughs>、ここが当たると。このシールの位置とスティックが当たりますと。はい。1、二のタイミングで、このラグとラグの間、 このシールが貼ってあるところを目印にすればしとかなり安定して叩くことができると思いますなのでやってみてなんかうまいこといかんなという方はこのように真似してシールを貼ってみてくださいはいタンボリンを持つ位置からピーッとね直径になるようにこの対角線上にシールを貼ってこの持ち手の1個上の部分、ラグとラグの間の部分にシールを貼ると でスティックを当てる時のこの腕の角度があんまり広がりすぎないようにねなのでこの角度が浅い方が叩きやすいと思います。 はい、このようにですねスティックが当たる位置をしっかり確認しながらやればそんなに難しくないと思いますのでぜひやってみてくださいそしてこのタンボリンを持ってる方の手ねこれ肘から先の前腕部分がこのようにくるくる回る動きなんだけれどもこの動きがね苦手っていう人ももしかしたらいらっしゃるかと思いますそういう方はこうあっちゃこっちゃいっちゃうと思いますでこの動きっていうのはパンテーロの回転走法 でで、ででも全く同じ動ききを使いますすのでこれできてた方がいいですよねで。やり方についてはですね、机の上でできる「パーカッション練習法」っていう動画でこの前腕回転の動きのトレーニングのやり方について解説してますのでまだ見たことがない方はそれを見て練習してみてください。はい、というわけで今回はタンンボリのの回転奏法についての解説でした。この当たる位置をしっかりと確認しながら12341234と。 ゆっくりと練習して慣れていただければですね、確実にできるようになりますので、えー、ぜひやってみてください。こんな感じで、このチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。また、メンバーシップの制度を使って、このチャンネルのサポーター様を大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同、ご支援いただける方いらっしゃいましたら、同じく概要欄を見ていただいて、メンバーシップ入っていただけますと大変嬉しいので、よろしくお願いいたします。 また毎週日曜日は YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップというのもやってますのでぜひチャンネル登録して参加していただければと思いますということでまた次回の動画で会いましょうバイバイ